建設中の県立アリーナを背景に行われた委嘱式では、香川県の池田知事が川淵三郎さんにスペシャルアンバサダーの委嘱状を手渡しました。スタジアムやアリーナから地域活性化を目指す一般社団法人エクサの代表理事会長を務めている川淵さんは、県立アリーナについて、周囲の景観も素晴らしく、一度来た人がまた来たいと思う場所になるに違いないと述べました。最先端を行くもうアリーナとして、中国四国地域だけではなくて日本中に認めてもらえるアリーナに育てようと。スペシャルアンバサダーに就任した川淵さんは、今後県立アリーナの運営面に関する助言などを行うということです。